はい、こんばんは。イラストレーションカレッジ田中です。それではですね、本日もイラストの方を描いていきたいと思います。はい、で今回描くのがですね、今回は雲を描いていきたいと思います。でどんな雲を描くのか、流れがあってロマンティックに見える、ロマンチックっていうか、もう、場面表現がね、しっかりできるような雲を描いていきたいと思います。場面表現っていうのはどういうことかというと、その絵を見た時に音とかこう熱とか寒さなんかをしっかり感じ取れるような絵を描いていきたいと思います。で今回描くのがですね、雲なので、雨の音とか雷の音、そして風の流れなんかをこうしっかりと捉えつつ描くんですが、一番重要視したいところがですね、視線誘導。こちらを今回はちょっとね、雲の流れで視線を誘導してやる。で さらにそこは一番強調されたい視線のやり場はどこなのかっていうのをしっかりと表現しながら今回は描いていきたいと思います。でですね、どんな流れでどんなところに目を行かせるのか、今回龍の巣みたいなね、昔ありましたね、ラピュタとか、ラピュタですけどとかじゃなくて、そういった今回は雲を描いていきたいと思います。でまずはずっとざっくりとですね、先にちょっと下塗りをしてしまいたいので、ちょっとそこまでスキップ。さあ今回は流れのある雲ということで、しっかりと描いていくんですが、まずはですね、頭の中でしっかり構図とか構造を、イメージして描いていくといいと思います。で今回、絵を若干3分割してしっかり塗っていくんですが、まず円形で、今暗い色の中景で、手前の、うねっとなっている前景と3つの、パーツに分かれていくと思います。でここの下塗りの時点でしっかりと渦を意識したですね、着彩、タッチを入れていくといいでしょう。で今回奥をね一番明るくして、しっかりと中間部分が手前に見えるように調整して描いていっています。ね、奥の隙間からはちょっと木漏れ日が見えたり、今回竜巻のような形の雲なので、しっかりちょっとそういうところをイメージして、描いていくといいと思います。でそうすることによってタッチにを入れた時にしっかりとしたこううねりを持った流れを意識しつつ視線誘導も行った絵になると思います。で極力真ん中にこう目が行くようにライティングの方も整えています。一番強いコントラスト、それを、持っているのが一番、目立つところ、この絵でいうと、真ん中のあたりですね。でまたですね、雲の流れもしっかり意識して、その目の行く場所に向かうようなタッチを入れていくといいと思います。でまだこの段階では、ざっくりとした色付けとか下塗りの感じもありますので、この後ですね、タッチや流れを意識しつつ手を入れた後はしっかりと仕上げの方を行っていくと良いと思います。で現段階では、どういう色味とかどこまでの色の幅の色相の色幅ですねを使うのかをしっかりとこう今考えながらタッチを入れていってる、タッチじゃないですね、色をのせていっている段階です。ここで大体の全体の色のイメージ、頭の中でカラースプリクトを作ったりとかしていただけるといいと思います。で抜けてる一番強い部分をちょっと表現したりとか、
潰すべきところは潰すために、こう目のいかない部分は、ちょっとブラシをふわっと拭いて、潰す、そのあたりをねしっかり意識づけてやっていくといいと思います。で、画面端にも要素としてですね、しっかりとこう回り込みとか流れ、渦っぽいようなタッチが残るように書き込むわけではなくて、色の差やタッチ、にじみの変化で表現してやるといいと思います。あまりこうね中途半端にこう入れてしまうと、見づらいこともあるので、しっかりと入れるところは入れてやりましょう。それではもうそろそろ解説編の方へ戻ります。さあ、というわけで書き進めてまいりました。まあこんな感じでですね、流れをね作ってしっかりと、この後も書き進めていくんですが、どういうところに注力していくかというと、まずもう本当に自分の目のやりたい場所を作って、そこをしっかりコントラストをつけて演出するというところですね。でなおかつこの距離感の中でしっかりとした明暗さ、色相の設定をするというわけで、どのあたりをどうしているかというと、まあこのような形でぐるっとぐるっと、まずここに目が行くように、ここを一番光らせてコントラストもつけつつ、ブルー系でしっかりまとめていきたいと思っています。のでここに目が行くようにですね、こういう流れとか、まあ、先端が多分こっちに来てここに目が行くようになると思います。で、ね、こういう渦の流れとかこんな感じでしっかり意識して、でなおかつこうクッとこっちからもね流してもいいかもしれないですね。というわけで手前にこういった大きな塊を作っております。で若干ですね、ここの色味をですねさらに、別の色相で統一することによって、ここの中間部分との差がまた手前にも生まれてくると思うので、それは書き込みながら様子を見ながら手を入れていこうかと思います。龍の巣っぽくなればいいなと思って今やっております。まあそんなことでですね、またしっかりとこの空気の流れ、音、光の加減の稲光を入れて、さらにまた風の音だけじゃなくて雷の音なんかも表現、見て表現感じ取れるような、絵に仕上げていきたいと思います。さあそれではですね進めていきたいと思います。あとですね、しっかりとこことこの暗い今斜線の部分ですね、全体的な斜線の部分を暗く落とすことによって、緑でいいかな、緑の今斜線引いてる奥の部分との差もしっかり出てくると思うので、そういうところもしっかり意識しながら変えていきたいと思います。うん、まあ、今回は流れを意識した雲ということなので、しっかりと本当にここに目が行くように、こういう風に後から入れてもいいかもしれませんし、あの大気の流れみたいな感じのふわっと、ね、そういうところも意識してしっかりやっていきましょう。さあそれではちょっと進めていきたいと思います。ここからはちょっと普通に書くだけなので、ちょっとジャンプします。
さあ、というわけで書き進めてまいりました。ですね、基本的にブラシでぼかしながら、ブラシじゃないです、指先ツールでぼかしつつブラシで書きながら進めてきております。で、何がですね、どこをどんな風に気をつけて書いてきたかと言いますと、今のところまだ1枚なんで、ここからちょっと足していこうかなとは思っております、レイヤーの方は。で、ですね、まあ、流れと距離感プラス、今回は音の出る、音の聞こえてくるような背景ということで書いてきております。で、あと流れですね、それをですね、今途中まで書き進めてきて、どういったところに、注力しているのかっていうのも若干説明しておきます。で、今回は、大まかに分けて、まあ、このあたり、中距離、あと近距離、とあと奥の、もう一番奥の円形ですね。で、この距離感を出す際にどういったところを気をつけるかと言いますと、距離を出すためには、まあ、パースをつけるとか物を重ねるっていうのも一つの手でもありますし、あと空気遠近で奥のものをかすませたりとか、再度コントラストを落として表現するっていうのがありますが、今回はですね、重ねて、しかも流れを出しつつパースもつけつつ、まあ、いろいろ複合的にやってきているわけですが、それを出すために何をするかというと、エッジを出す部分をしっかり出して、エッジは出さない部分は極力本当に潰してしまうっていうのも意識していくといいと思います。特にこの辺りなんですが、こういった部分、エッジがかっこよく出る部分や、この今中景をなぞってるんですが、中景の、輪郭となる部分、こういうところですね、こういうところはちゃんと手前と奥、でしっかり差を出すために、この距離での最大限のコントラストを出す。あと、そうですね、ここもそうですね、ここの境目とこの中の部分の、コントラストをしっかり強調してやって、この赤い、竜巻の部分の方が手前ですよっていうのをしっかり表現してやりましょう。あとここもですね。で、かつこの折り重なっている部分の、輪郭の奥の方は、なるべく情報を潰してやったりとか、明るくするか暗くするかでしっかりと輪郭を意識して、書き出してやるといいと思います。そうですね、ここなんかもそうですし、ここもちょっと若干それを意識させつつ書いています。輪郭を出すことによって、タッチや、距離感で、輪郭を出しつつ、ここら辺なんかは潰してますね、潰すっていうかぼかしてやります。することによって、今度はですね、若干距離感を出すのに奥にありますよっていうのを表現しています。で、溶け込ませながら、はい、表現するために、輪郭を出しつつぼかすっていうね、このあたりやってるんですけど、そうすることによってこう色の変化でグラデーションをかけながら、かけながらなんですが、こういうふうにこうね、若干輪郭が分かるようなイメージっていうのも重要になってきて、こういった流れを、演出しています。で、ここももうちょっと後でしっかり書くんですが、こんな感じでどん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 こういう流れをね、しっかり表現させています。で、今度は逆にこっちはこんな感じで、こっちに来る流れ、こ
っちやこっちに来る流れで、同じようにこっちに、まあ、最終的にこっちに来た部分もこう来るので、まあ大体この辺りに収束するようになってるんですね、この辺りとかに。なんでそういうところを、印象付けさせる部分は、しっかりと輪郭を出していきましょう。ここら辺とかですね、この辺りとかで、潰して、こういう奥行き、こういう風な奥に行っている、部分は、一番この辺りが光ってくると思うので、溶け込ませてしまっても大丈夫だと思います。まあ、簡単に言うと、書くべきところはしっかり輪郭を出して流れを意識させるタッチを入れる。で、潰してしまったりとか溶け込ませていい情報量がなくていい場所は極力ぼかして潰してやる。ただ色の変化だけは残しておくというようなイメージでやっていきましょう。で、ここら辺はちょっとアクセントに、光が漏れてたりしてもいいと思います。あんまりベタベタっとなりすぎると、絵に、面白みや変化がなくなってくるので、ところどころね、しっかり変化を出してやって、ただうるさくならないように、主役主人公の目の行かせてやらなきゃいけない場所が、紛れ込まないようにっていうのをね、しっかり意識して進めていきたいと思います。で、手前もそうですね、手前も同じ感じで、こんな感じでこっちに来てますよっていうのをしっかり、で、この流れの要因でこうこうこうと来ております。さあ、ここからですね、ちょっと雷なんかも書き出したりしつつ、しっかりと進めていきたいと思います。またちょっと雷とかを入れてくると、稲光なんかを入れていくと、ね、結構また違ったイメージになると思います。で、 今は整えつつ、全体的な奥行きの、出し方、雰囲気のつけ方を今きれいにちょっと整えながらやってきた段階です。さあ、それでは稲光をちょっと入れていきます。はい、というわけでですね、書き進めてまいりました。でちょっとデータが飛んでしまいまして、一応こんな形で書き入れた後に、オーバーレイとかスクリーンですかね、スクリーンでちょっとね書き込んで、その後に、オーバーレイなんかでちょっと綺麗な色味や光のにじみの部分なんかをちょっとずつ表現してきております。で、ここまで来てちょっとですね、あまりですね、オーバーレイとかを使ってもいいんですけど、あんまりですね、こう強調しないように色味が、今ちょっと結構サイドが高くなっているんで、ちょっとサイドを抑えていきたいと思います。ね、20ぐらい下げればいいかな、こんなもんかな。あんまりこうサイドがバチバチについてしまうとビカビカに見えてしまうこともあるので、ここなんですが、ちょっと、色味をちょっと確認しつつ、消したりちょっとつけたりっていうのをしっかりイメージしながら、調整した方がいいと思います。で、もしくはちょっと明るくしすぎたなと思ったら、周りをちょっとですね、暗い色を乗せてもいいかもしれないですし、ただこの暗い色を乗せるときもサイドの低い色をちょっと拾ってやった方がいいと思います。で、あんまりこれサイドを下げたところで結構ね、発色が良くなってしまうので、乗せるときはなるべくちょっとね、気をつけながら乗せる方がいいと思います。さ、まあ、こんな感じでちょっと整えつつ、ここからはですね、しっかりと雲の方をね描いていきたいと思います。今ちょっとこちらの方で、色味を足したりなんだりしたので、それに合わせてですね、ちょっと色味を足したりとか、綺麗な描き込みを入れていきたいと思います。まあ、このイカズチは普通にブラシを
普通の丸ブラシでもいいですし、それをですねちょっと平らにして潰して描いたら結構いい味が出ていいんじゃないかなと思いますね。消えてしまうとは思わなかったですけど、まあそれをですね見ながら、全体的なこうバランスも見ながら、ここからはちょっとね綺麗に整えていきたいと思います。さあそれではちょっと描き進めていきます。さあ、書き進めてまいりました。でここからはですね、しっかりとですねこの、雲の流れや、光り方、雷の光り方や暗くする部分なんかを補足するような仕上げをしっかりとしておきたいと思います。どういったところに注力していくかといいますと、
よいしょ。どういうところに注力していくかといいますと、まあこう、あら、あら、お菓子だけにしか作用していない。そうですね。こういった流れ、こう来ている流れ、ここね、中心に向かっていっている流れがあります。ここもこんな感じで、グイッとここに向かうように、しっかりと流れをね、つけていっております。こういう流れ、こういう流れ。それをですね、若干崩しつつ、崩しながらも、もうこっちに行ったりとか、こう流れていくような、もう大気の流れを表すような筋雲っぽいのをちょっと入れたりとか、そうですね、もうラインがむちゃくちゃになってきましたね。まあこんな感じで流れ、まあ大気の揺らめきなんかを表現するような雲の流れを、筋雲のような流れをしっかりとこう入れていきたいと思います。こんなイメージかな。こういう形ではいいですし、っていうのをですね、この辺りを今赤く書いているラインを重点的に、入れていきたいと思います。この辺りに入れちゃうと、ここの一番光ってて目の行く部分の邪魔になってしまうかもしれないので、そういったところも気をつけつつ、さあ書いていきたいと思います。で、あとはまあこの辺りとかのライティングとか光受け、雲の光り方なんかもちょっと、綺麗に整えてしっかりとやっていきたいと思います。さあ、それでは進めていきます。さあ、書き進めてまいりました。書いてる最中の動画がどっか行きました。そして、すいません。で、一応こんな形で、書き進めてまいりました。ダダッと外しますと、まあ、最終的な感じは先ほどの通りなんですが、雷足したりとか、雷のフレア足したりとか、あと色なんかもちょっとね、雰囲気を出すために足しております。で、さらに、ちょっと細々させたいところなんかもちょっと細々させつつ書き進めてきております。そうですね、色、まあ、この色を どういう風に足すかというと、ここの光源ですね、まあ、ここの光源をの光を受けているところ、特にこことかこういうところとか近場のこの辺とかっていうのを重点的にこうなじませるような形で、光の筋が見えるようなイメージで、まあ、ここがちょっと分かりやすいかなと思います。シュッシュッとこうね、光がここにありますよっていう、光の照射を受けてますよっていうのが分かりやすいようなところに、タッチとか色を重ねて入れております。この辺りもそうですね、この辺りまだ調整前なんで、いろいろこの後はやっていくんですが、そうですね、こんな形で入れております。でですね、ここからはですね、ここが色かな、そうですね、ここが色ですね、ここも色ですけど、でさらにちょっと書き足しつつ、なんかもうちょっと一声ふわっと欲しいものがある時とか、ちょっとサイドの高い色をピンポイントで足したい時など、まあこんな形でオーバーレイを使ってもいいと思います。オーバーレイを使うとサイドがですね、ちょっと高めにはなってしまうんですが、綺麗な発色とか綺麗なこうなじませというかフレアを入れることができます。まあ、他にも別にこれじゃなくても大焼きとかなんかでも全然いけるとは思うんですが、で次がですね、さらにちょっと右下の方が気になったので、なじませたり書き込み足したりとかで、必要な部分に
こうさらにこう光の照り返しとか反射、反射じゃないですね、反射でいいのか、ちょっと光の影響を受けているところをちょっと書き足したりしてきています。うん、まあ、だいぶこれで落ち着いてきたかなっていうイメージですね。まあ、この辺りなんかもね、ちょっと ぼかしツールでしっかりとこう雷がこうここに落ち込んできているような光の影響や雰囲気出しをしております。で次にですね、もうちょっと馴染ませたいところなんかを調整しております。特にここで言うとですね、まあ整えたりなんですけど、うん、まあ、ここや、光の差し込んでいる部分なんかをこう調整したりとか、ここに光の当たっている部分を足したりなじませたりですね、こんな感じになっております。で必要じゃない部分にこうタッチやしっかりした、筆跡なんかが残った時はここみたいに、うん、馴染ませてあげたりとか。で最後にですね、これ外すと分かるんですけど、ここって一応調整したり書き込んだりいろいろしたんですが、あのここの情報量はあっていいと思うんですけど、こっちの方の情報量ですね、斜線の部分の情報量はあまりいらないので、まあ、潰して、逆にここを暗くすることによってこっちに目が行くようにしたりも調整しております。まあ、そんな感じで画面の情報量の調整をして、で、光が当たってる部分なのでちょっとサイドの高い色を足してみたりとか、大体この辺りの調整が多いかもしれないですね。そういうところをしつつ、最終的にまたもっと情報量を潰したいとか、あとコントラストを下げたいっていうのがあったので、ここのような形に馴染ませております。でちょっと今なんかの際におかしなことが起きたのか、さっきここきれいにぼかしてたんですけど、よいしょ、ちょっと溶け込みが悪いので、まあ、こんな感じでイメージ的にはこんな感じで調整してきています。そうですね、最後はもうこの辺もちょっとぼかしてみたりして、で最後ちょっと画面全体にちょっと、アクセントというかこうなんて言うんでしょうね、流れとか、うん、アクセント付けですかね、そういうのも、そういう意味も込めてちょっとこの辺り気流をこう風の流れをちょっと表現するために、こう流れのちょっとふわっとしたタッチの、雲というか筋雲のようなものを入れてフィニッシュという形になっております。でここのこれなんですけど、なんか特殊なことをしてるわけじゃなくて、本当に丸ブラシをですね、こう潰したりなんかして、まあ、本当こんな感じでふわっとちょっとやってみましょうか。ちょっとね、入ってる最中をお見せできればよかったんですが、ないのでちょっと申し訳ないですが、わかりやすい感じでやりましょうか。まあ、こういう流れでふわっと書いといたりとか、こういう流れとかでざっくりこう書いた後に、本当にあの消しゴムソフトブラシのこうこの硬さとかをちょっと調整しつつ、その他つけつつ、まあ、こんな感じでいくらでもこうね、で最後の一足しなので、そこまでタッチを入れてしまうと絵の全体のバランスが崩れてしまうので、まあ、こんな感じでちょっとちょこ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 入れてきました。
さあ、それでは今回はこの辺りで一度終わりたいと思います。今回書いたのは流れのある雲、音とかですね、風の流れとかそういうものを感じ取れる絵の情景、音、匂い、温度やそういったものを感じ取れるような表現をしつつ、書いてきました。ね、なんか雷のこう雷の音が聞こえてくるような絵になったのではないかと思います。さあ、それでは一度この辺りで終わりたいと思います。次回もまた何か別のものをしっかりと書いていきたいと思います。それではご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた。